リコッタチーズ、デュラム小麦のセモリナ、デュラム小麦のセモリナ、デュラムセモリナ子じゃないんだ。エキゼンダン、ポルチーニタケ、ポテトフレーク、チーズが一番多いの？え、チーズが一番多い。ちょっとやばいな。4分ボイル、ちょっとやばいかな。はい、というわけで、茹ですぎちゃいましたね。怖かったんで、ご覧のように、まあ、中身が出てきてしまってますね、一部で、見た目もそうなんですが、まあ、見た目というか食感ですね。カレーの卵あるじゃないですか、あれと同じ感じ、あれよりもちょっと粒を小さくしたような、そんな食感がします。でチーズの香りはまあするといえばするかなっていう感じですね、塩味が強めです。チーズがあの分量表記ほどは、あ、でもそういうチーズなんでしょうね、このリコッタチーズですか、なのかもしれませんね。ポルチーニタケは、ポルチーニタケがわからないってわかんないですけど、なんかキノコの感じしてたといえばしてたかな、あんまり強くない、でも多分なかったらなかったですごい寂しいんだと思うんですよ。で、味的にはですね、まあ個人的にはありかなっていう感じですけど、一般的に言うとこれ単体だとちょっと味が薄すぎると思いますね、チーズの香りが強ければそれでいいんですけど、チーズの香りが強いわけでもないですし、ちょっと弱いで、裏面にもソースを合わせてください、おすすめですみたいなこと書いてあったんですよ。ですからおそらくそのソースと組み合わせる前提の味付けになってるんだと思いますね。塩味はまあ効いてますけど、中のチーズの、なのでまあそういう食べ物ですね。ポルチーニはそもそもすいません、ポルチーニが分かんないんで、聞いてたかどうかっていうのはちょっと分からないです。ほんとね、食感は塩味の効いたちょっとチーズの味がするかなっていうカレーの卵っていう、そんな商品です